秘宝、中日の希望、田中幹也、開幕絶望。中日は20日、ドラフト6位の田中幹也内野手が名古屋市内の病院で検査を行い、右肩脱臼と診断されたと発表した。今後は医師の指示を受けながら治療を行っていく予定。開幕戦への出場は厳しい状況となった。田中は19日の楽天とのオープン戦に2番遊撃でスタメン出場。5回1死の第3打席で四球を選んで出塁。その後、楽天のバニュエロスの牽制で頭から1塁に帰塁した際に右肩を何度も回す仕草を見せた。トレーナーに付き添われてベンチに下がり、代走溝脇が送られた。交代後は病院に行かず、立浪監督は試合後に、もともと学生時代から脱臼癖があるようで、軽く脱臼したみたいですけど、すぐにはまって肩も回せていました、明日様子を見ますと説明していた。二塁福永、遊撃留句になる模様。病院行かないとは何だったのか。そら昨日日曜やからな、月曜日は行くやろう。昨日より痛くなってたかもしれんし。まあ1週間ぐらいだろう。龍の未来がチームが開幕から絶望だからセーフ。右肩の脱臼癖とか致命的やろ。ルースショルダーやん。脱臼癖は左肩や、ドラフト前からそれは言われてた。今回右もやってもうたんや。関節が全般的に緩い体質か、致命的やわ。そらあれだけやれるのにドラフト6位になるわけや。脱臼はほんと怖い。北条だって一時期鳥谷に超えようか、未対成績出してたのに脱臼のせいで落ちたし。内野手で脱臼はあかんよ、癖になるで。脱臼って普通に数ヶ月あかんやろ。周りの人体や組織もやられてるやろうし。通過早球大丈夫かよ、右って。本気でネオサイコンバートかトレード考えなあかんのちゃうか。右投げは当然として、こいつ何気に右打ちだから打撃への影響もでかいやろな。ドラ6ドラ7ルーキーが開幕スタメンに勇敢なんて二度と見えないだろうし、見てみたかった。